K1 公式 SNS では K1 の最新情報をはじめ、各 SNS でオリジナル動画やコンテンツを随時配信中。フォロー、友達登録してパソコン、スマホで K1 を楽しもう。クラッシュ113、全試合が終了しました。ゲスト解説には木村フィリップ稔選手に入っていただきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。改めて、大会通じて今日はどんな感想持ちになりましたか？今日はもう全試合めちゃくちゃ熱かったですね。なんか新宿フェイスってこういう試合多いなって思ってたんですけど、もうそれの通りのイメージ通り、やっぱり激しい試合ばっかりで楽しかった。特に後楽園と違って会場のキャパが少し小さいですから、緊張感とかもよりギュッとしてる感じありましたよね。そうですそうです、なんかライブハウスみたいな、なんかその雰囲気も相まって、なんかめちゃくちゃ熱く見えましたね、試合も。そうですね。その中で木村選手が今日のベストバウト上げるとしたら、そうですね、僕はやっぱりメインのゴンナバー選手がもうさすがの試合運びと王者の貫禄を見せて勝った。やっぱ選手としても勉強になりますね、めちゃくちゃ。試合中も絶賛されていらっしゃいました、はい、素人目から見るとはっきりとした大きな攻撃とか倒すという場面はなかったんですよね。そうですね。それでもものすごい技術があった。そうです。ぜひ教えていただきたいんですが、格闘家ってもう計算いくらしてももう何ともなんない、そのオーラの強さであったり迫力の強さがやっぱりあるんですよ。目に見えない、その研究もしようがない強さがあるんですけど、練習とかではどうしようもない部分がある。そうです、はい、やっぱりその人生から来るドラマっていうか、背負ってる人にしか出ないこの魔法のオーラがあるんですけど、ゴンナッパー選手はもう使いこなしてましたね、それを。そうですか使いこなしてました、それは。マジで何も攻撃を出さずにじりじり詰めていく感じがすごかったですよね。すごかったです。もうあれは本当に背負ってるものも大きいし、キャリアも長い、そういう長い選手だからこそできる技のように見えましたね。なるほど、まあ、そういう意味では木村フィリップ稔という選手も上がって下がって、そこから上がってきて、今まあ一つのピークを迎えようという状況だと思うんですが、改めて木村選手のファイトを今後楽しみにしているファンの方も多いと思うので、ぜひメッセージもいただきたいと思います。はい、僕は K1 の中でどん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 大きくなって、やっぱり世界中のファンを魅了して熱くさせるようなファイターになっていきたいですね、どんどん。2020年もそうです、もう王者のまま走り抜けて、もうさらに価値も高めて飛躍していきたいですね。今年もぜひ見せてください。はい、はい、見せます。ということで今回ゲストをお越しいただいたのは木村フィリップ稔選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。